どうもありがとうございます。もういっぱいの拍手をいただきまして、まあ無観客なんですけれど、撮るのが 2,3 回目でございまして、相変わらずの無観客という、これにね慣れるのもなんですけれども、まあ、今のご時世ですと慣れなきゃいけないというのが、まあ、我々のね、落語の配信のことでございます。だいぶですね、まあ初め撮った時は大変にこのカメラ目線を意識しておりましたが、今はやっぱり慣れたもんでございます。2回目3回目となりますとね、あんまり意識しなくなりましたね。もうこうなったらですね、もう私の自分の想像力でですね、無観客ですけれどもお客様が大勢いて、もう受けどころで笑うというイマジネーションもねつけようかななんてんで思ってるわけでございます。落語の配信、まあ、これがね、まあ、今は主流になりますが、まあ、いつかはもちろんね、もう昔のように寄席などで生の落語をお届けできるのをね楽しみにねやっていこうかなと思っております。まあ、だいぶ暑くなりました。もうね、5月ゴールデンウィーク過ぎると本当に夏日が続くという塩梅でございます。もう私がね、もう小学生時分の時にはそんな夏日なんかね、なかなかそういう日もなかったですし、まあ、今となっちゃ真夏日、猛暑日ってのがあるそうですね。真夏日が30度以上、猛暑日が35度以上という、35度以上ですよ。もう平均 の、 この体温、平熱ですね、もう低い人と同じぐらいのね気温という、もう大変にね暑いなんか国になっているわけでございます。まあ、もちろん昔はですね、この暑ければ暑い、まあ、寒ければ寒い、まあ、今みたいにエアコンでしたりクーラー暖房がありませんから、まあなんとかこのしのいでたそうでございます。まあ、いろんな工夫をするわけですよね。例えばこの夏場暑い日には、まあ、昔だったらもちろん今でもね、吊るしてる人いますけれども、風鈴をね吊るして、その音を聞いてなんか涼しいなという感覚を無理やり持つという、まあ、そういうね手法もございますし、まあ当たり前ですけどね、昔からありますから、うちわでしたり扇子でね、こうね、まあ、なんとかね仰いで涼しくするなんてのはね、昔からあるわけでございます。冷蔵庫だってそうですね、今は電気がありますから、もう電源入りではね、もう、冷蔵できて冷凍もできる、まあ、保存もできるという便利ですが、昔の冷蔵庫というのは、まあ、氷屋がいましてね、まあ、朝氷を買って、まあ、冷蔵庫の中に入れて物を冷やすというのが当たり前だったそうでございます。食産人という方に、先生涼しいとはどういうことですかと伺いますと、庭に水、新しい畳よすだれ、すき家ちぢみに井戸地戸のたもってんですね。それじゃあ、あべこべに暑いということはと伺うと、西日さす、くしゃくにけんに太っちょの、せなで子が泣く、ママが焦げつく。実に暑そうでございますが、植木屋さん、ご精が出ますな。え？あ、旦那でいらっしゃいますか？いや、やれ。精が出るてほどのもんじゃねえんですよ。ウィキ扱い慣れてねえ人に言わせますとね、どうもねサボってばかりでいけねえってんですよ。一日の半分はこうタバコを吸って過ごしてるってこう言うんですけれどね、いや別にね、あしはねタバコを飲みたくて飲んでるわけじゃねえんですよ。タバコ吸いながらね、枝をね、切っちまおうだ、切っちまおうだとかね、つっちまおうだとか、トロはね、向こうに動かそうだとか、いろいろ三段をつけてるんですよ。足はね、いきなりうちに来て、枝を切っちまうような、そういう職人に、6列がいないと思うんですけれどもね。ああ、そうかもしれませんな。いやー、おじさんが毎日うちに来て、庭の手入れをしてくれる。実にありがた。またおまいさんは庭に水をまいてくれる。そこがなんといい心持ちでだ。時折うちの下女にやらせますが、どうもほうも水たまりを作っていけません。そこ行くってとおまいさんは職人だ。いや、水をまく職人というのもおかしいが、まんべんなくまいてくれる。青いところから雫が落ちてくる。そこを通してくる風だぞは、
涼しいなあ。涼しく最強でしたね。足もありがてんですけれどもね。今お前さんが綺麗にしてくださった庭を眺めながら一杯やってました。だんだん生きる口なんですか。いやそれほど飲めませんから、まあたしなむ程度で。お前さんお酒はお好きか。ええ、あるったけ飲んじゃうんですよ。あるったけと申しますと、もう銭のあるったけ飲まれって言うとね、気が済まねえ性分なんですよ。ああ、大蔵お好きと見えますが、あ、どうぞおかけなさい、縁側へ。お酒をご馳走いたしましょう。え、あ、そうですか。あ、いや催促しちゃったみたいなもんでございますんでね。いや結構でございます、結構で、ね、いや構いません。どうぞ縁側へおかけなさい。あ、そうですか。じゃあすいません、じゃあちょっとお言葉に甘いましてね、上がらして。あ、なんだ、いけませんよ。え、このね縁側きれいに吹き込んでありますからね。いや足のねこの斑点が汚れてますからね、縁側汚れちまいますから。いや汚れても構いません、あとですぐに拭けば済むこと。遠慮なくお上がり。あ、そうですか。じゃあすいません、じゃあ遠慮なくね上がらせていただきますんで。どうも上がりました。今上方の友人からもろうた柳垣、これをやってました。あそこにガラスのコップがある、よかったらそれでお上がり。え、ガラスのコップですか。ええ、あ、こちらですか。へえ、これがガラスのコップ。うーん、これなんかキラッキラしてね、綺麗なもんですね。あ、これがガラスのコップ。ええ、はあ、向こうが見えますけど、なんかぼんやりなんか見えるっていうかね。へえ、これがガラスのコップ。だんだんの召し上がらないんですか。あ、そうっすか。あ、じゃあ私は一つで手着でいただきやすんで。柳陰ってですね、柳陰で、なんだこの幽霊が出そうだね、お酒でございますけれどもね。すいません、ちょいとねいただきますんで。すいません。あー、これずいぶん冷えてますね。いや、さほど冷たいというほどのもんじゃございません。今あなた仕事、日向で仕事をしていた、口の中に熱がある、ですからさほど冷たくないものでも冷たく感じるのだな。あ、なるほど。あ、日向で仕事してましたからね。あ、熱がな、そうかもしれませんね。あー、これ旦那、これね、こちらで言う直しがありませんかね。こちらですと直しと言いますか、髪型では柳陰という、こっちで言う直しですよ。これね、夏場ね、こう冷やして飲むってうめえんですからこれ。あー結構ですね。そこに鯉の洗いが、よかったらお上がり。え、鯉の洗いですか。あ、こちらが。へえ、じゃあね、さっきから何かなと思ってたんですけど、あ、これが鯉の洗い。なんかキラッキラしてて綺麗なもんですね、これ。これが鯉の洗いですか。へえ、これなんすかね。これだけ白くするにはよっぽどこれ洗濯したんでしょうね。いや、洗いといって洗濯したわけじゃございませんで、ね、あの鯉の黒いというのはあら川でな、まあ平たく言えば街灯のようなもんかね。街灯。なるほど、うめえことしてますね。あ、街灯ですか。へえ、ってことはなんですかね、うなぎなんてのは差し詰めズボンってとこですかね。え、あ、そうですか。え、この酢味噌につけていただくんですね。あ、そうですか。これね、へえ、酢味噌、ちょっとこれ舐めていいですか。舐めてね。あ、この酢味噌、あ、うまいですね。これ酢味噌、これにつけてね、へえ、いただくんですか。あらほら、もうシャキシャキしてうめえもんですね。いやいや、さほどうまいというほどのもんじゃございません。まあごくごく淡白なものでな、まあ、下に氷が敷いてある、冷やしてあるところが値打ちかな。え、氷が、あの、あ、ほんとだ、氷が敷いてありますねこれ。あの旦那、あのこの氷ね、ちょっといただいてもよろしいですか。あっちゃね、ガキの自分から氷が好きなんですよ。いいっすか。
そうですか、すいません。ちょっとね、行儀は悪いようですけどもね、ちょっといただきますんで。おお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 おこの氷はよく冷えてますね。恐れ入りました。あ、時に植木屋さん、菜のおひたしはお好きかな。大好きです。大好き、あ、いやいやいや、あ、大好きです。あ、言い直さなくても構いませんから。あ、そうですか。それじゃあこれ取り寄せましょう。いやいやいや、いいっすよ。足軽、ね、台所行きまして女中さんに聞いてきますんで。いやいやいや、飲んでる時にいたり座ったりするのはうまくだから、結構です、結構ですよ。うん、これよ、奥や、なんぞお呼びになりましたか。植木屋さんが菜のおひたしがお好きだそうだ。かつぶしをたっぷりかけてこれ持ってお上げ。旦那様、なんぞいたしたか。蔵間から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝願。ああ、そうであったか。義経にしておきなさい。植木屋さん、すまないことをしたね。名はみんなになってしまったそうだ。いや、食べてなくなってしまったそうなんだ。え、今何のことなんで、これっぱりもおっしゃってませんでしたよ。蔵間さんだとか牛若さんだとか、あのお客さんでしたね。足邪魔になるんで帰りますんで。いや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 、そういうわけでございませんでな。まあこれはちょっとお前さんだからお話をしましょうかな。あのですね、まあ来客の折にですな、まあ、私の頼んだものがそのまでございません、ありませんというとお客さんに失礼ですしね。また私も赤面をいたしますんで、だからうちの隠し言葉で、蔵間から牛若丸が入れまして、その名を九郎宝願。まあ、名は食べてしまって亡くなってしまったということで、その名を九郎宝願で、私がよしとけやめとけということで義経にしておけと、まあ、こういった塩梅でございましてな。あ、そういうことですか。名は食っちゃってねってんで、その名を九郎宝願で、旦那がよしとけやめとけってんで義経にしておけと。あ、ああ、そういうことでございましたか。あ、なるほど、隠し言葉ってんですか。へえ、そうでしたか。なるほどね。え、蔵間から牛若丸が入れましてね、その名を九郎を、だんだんこれお酒が義経になったようですね。あっ、あっ、あ、恐れ入りましたな。柳鍵はございませんが、他のお酒でしたら、いや、冗談でございますね。あしはね、これもいただいてね、帰りやすんで、ああ、それとね、恋の洗いを、あ、もう一つでね、ちょっといただきましてね、ああ、ごちそうさまでした。じゃあ、また明日、早寝ということで、え、すいません、ごちそうさまです。どうも、失礼します。お邪魔しました。ああ。酔っ払っちゃった、ほら。いやー、昼の酒ってだね、どこもこう効くもんだね。いやー、しかしね、驚いたよ。植木屋さん、ご精が出ますな。精なんか増やしないんだよ。もうずーっとタバコ飲んで、ぼんやりサボってたんだからさ。あれね、旦那一杯やりながら見てたんだよ。決まりやりなんだよ。いや、だけどね、うまかったね。柳かき、こっちで言う直しだよ。またね、このね、恋の洗いなんて贅沢なもんいただいちゃってね。時に植木をする、何のおひたしお好きかなって聞いたよ。で、好きだって聞いたらこれ取り寄せろ。ね、こっから寄せたよ。蔵間から牛若丸が入れまして、その名を九郎宝願義経なんてなこと言ってね。お屋敷なんてだね、で、そめたことして遊んでやがった本当に。あれ、あ、お隣のおばあさん、おばあさん、あ、いいよ、うちの前まで水まかなくったってさ、うちの家出せますから。え、すいませんね、どうもありがとうございました。うん、やい、これやろう、隣のおばあさんがうちの前まで水まいてくれたじゃねえか。
おめえがったらどうなんだい。全く帰ってくる早々にうるさいね、お前さんは。あたしだってね、忙しいんだからね。なんだ忙しいって、何やってんだい。今タバコ飲んでんだよ。忙しくねえじゃねえか、暇じゃねえかおめえは。どうしたの、ずいぶん早かったじゃないの。え、早くあげてもらったの、よかったじゃないの。じゃあどうする、これからお行くかい、それともおまんま食っちゃうかい。女だろお前一応。え、おまんま食っちゃうかいって言い草ねえじゃねえか。そう、俺来て払ってからよ、飯にしてくんねえから。あさあ、お前さん今日はね大変だよ。今日はねお頭付きだよ。え、お頭付き、ほんとかよ、おいありがてえな。まさかよ、お頭付きお前食えるとは思わなかったこれ。お前イワシの塩焼きじゃねえかよこれ。こんなもん頭蒸しちまいよ。何を言ってんねえかな、知ったわ。それ頭のところにね、カルシウムって需要分があるんだよ。それ食べると風邪ひかないんだから。ほら、犬は風邪ひかないでしょ。犬と一緒にすんじゃないよ俺よ。一緒になんてしないよ。いい犬は高く売れるんだよ。犬以下かよ俺は。かっ、おめえみてえなね、もう女房を持つと60年の不作って本当だよ、まったく。それに比べてね、お屋敷の奥さんってのはよくできた方だよ。いや実はよ、さっきな、屋敷のごちそうになっちゃった。あの、柳陰、こっちで言う直し。ね、それでね、また恋の洗いなんて贅沢だもん、いただいちゃってさ。知ってっかお前、恋の洗い。洗いだって別にゴシ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 洗濯したわけじゃねえんだぞ。知ってるよ、それぐらい。知ってるか？え、そしたらよ、時に植木屋さん、菜のおひたしがお好きからって聞きやったね。さ、旦那がね、こういう手をしてね。これよ。奥やってたら、奥からこう、おかみさんがスーって出てきてね、こういう手をしてな、こういう、うん、いいか、女っていうのはね、うちにいるときはこういう手をするの、こういう手を。ね、お前はこういう手をしたことがないだろ、こういう手を。お前の手はこうじゃなくてね、いつも後ろにこうなってる、ね、こうなってるの、こう。え、おい、こっち見なさい、こういう手をするの、女はこっちを見ろ。見てるよ。そういうカエルが出ると明日は雨が降るんだよ。まあ、そういう話をしてんじゃねえんだよ。え、こういう手をしてな、旦那様、なんぞ、なんだ、なんぞいたしたか。鞍馬から牛若丸が入れまして、その名を九郎宝眼ってえとな、旦那が、義経にしてよけって、こう言うんだよ。なんですか、やけどのまじないかなんかが。いや、きっとなまじないじゃないよ。これはな、お屋敷の隠し言葉ってんだよ。なんだいそれ。知らねえだろ。よーし、俺が教えてやっからな、よくお前覚えろよな。あのよ、これお前どういう時に使うかって言ったら、これをあの落雷の時にな。は、落雷の時によ。なんで落雷ってな。人が来ることを落雷って言うだろう。来客ってんだよそれは。ああ来客って言うんだ、そうそれね、来客の時にな、旦那がその場で頼んだものがありません、ございませんってと、まあ恥ずかしいしよ、旦那も赤面の顔を赤くするってんだよ。だからね、お屋敷の隠し言葉で、蔵場から牛若丸が入れまして、その名を九郎宝眼、名は食っちまってねえってんで、その名を九郎宝眼で、旦那がよしとけやめとけってんで、義経にしておけと、こういうわけだよ。ああ、そういうわけ。おめえこれできるか。できるよ、できるか、できるよ、できるけどすぐに忘れな。すぐに忘れちゃってしょうがねえじゃねえか。え、だめよ、今度うちに友達が来たらね、これをやってやるじゃねえか。これを見た友達は驚くぜ。うん、知ってっか、あいつは普段あんな野郎だけれども、ことによるといいところ出なんじゃねえか、家族様の出なんじゃねえか、士族様の出なんじゃねえかってんでよ、評判が良くなっちゃうからよ。そんなにうまくいくかね。いくよ、いいからよ、ちょうどお膳もあるしやろう。あ、おう、ちょっとよ、向こうから向こう、あれ誰か来る。あ、建具屋の犯行だ。よし、あいつやろう。いや、そんないきなり大丈夫だよな。ちょうどお膳も出てるだろ、ちょうどいいんだからよ。お、それからなんだ、旦那よ、これ持ってた、これな、これほら、キルバルのうちはちょっと出してくんねえから。そんな高価なものはうちにあるわけないじゃないの。
え、あ、そうか、そうだよな、私なんかこうあった方がいいんだよ。うん、それなんだそれ。え、シブチは、あー、それでいいよ、それでな、シカシカシカしてね、これでいいよ、これでな、それでお前なんだ、お前がそこで言うとお前具合が悪いや、ほら、次の間に下がれ。バカだね、この人、うちは人ばっきりしかないの。え、あ、そうか、人ばっきりだろ、うちな。いや、だけどよ、お前がそこで言うとお前具合が悪いんだ、ほら、隣、ちゃんと間に合わねえした、どうしようどうしよう、あ、押し入れ入れ。やだよ、こんなクソ暑いのに。いいから、入っていいから、いいから。あ、来ちゃうから、いいから、すぐ出しちゃうから、いいから、早く、来ちゃうから、早くしろってんだ。お前、早くするってんの、お前、遅くなるんだ、お前。いいから、ほら、でけえ、ケツをしやがって、お前、早く、いいから、早くってんだ。な、いいか、すぐ出してから、しっかりやってくれよ。頼むぞ、すぐ出してから。よし、これでいいやな。よし。態度、お、来た。仕事が半熟になっちゃってね、今ね昼寝してたんだよ。湯へ行った帰りでさ、いやー言ってないって言ってもいいな、おめえも言ってきない、ご精が出ますな。人の話聞いてる、俺昼寝をしてたの、昼寝にご精が出ますな。嫌味言ってんの、青いところから雫が落ちてくる、そこを通してくる風などは涼しいな。どこに青いとかあんの、おめんちに。え、あそこにあんの、お前吐きだめじゃねえかよ。吐きだめに石油乳剤をまいてハサミ虫が通るというところは涼しいな。暑苦しいよ、時に植木屋さん。何言ってんだよ、植木屋おめえじゃねえかよ。今だって植木屋におなり。何を言ってんのおめえはよ。え、なんだい。お酒はお好きか。お酒好きだよ。よくおめえと一緒に飲み行くじゃねえか。ああそうか、じゃあお前さんにお酒をご馳走いたしましょう。え、ご馳走しめんの酒を。本当に珍しいことがあるもんだね。え、あ、そう、じゃあご一緒になろうかな。ああそうか、じゃあそれ、じゃあその縁側へおかけなさい。いやいや汚れても構わん。お前何が縁側だよ、お前これ板の間ってんだよ。あの汚ねえな、お前掃除をしよう、掃除を、お前ほこりだらけじゃねえか、お前こんなとこ上がったのは、お前俺の着物がよろしいよ、本当にね。はい、あったよ、今上方の友人からもらった柳かけ、これをやってました。あそこにガラスのコップがある、よかったらそれでお上がり。え、ガラスのコップ、お前ずいぶん贅沢なもの、普段のチョコじゃねえかよ。ガラスのコップだと思ってお上がり。え、なんで思わなきゃいけねえんだよ。え、わけのわかんねえこと言って、昔だって本当に。まあいいんだいいんだいいんだ、俺がよ飲めりゃいいんだ、なんでもよ。え、まさかおめえにゴチになると思わなかったよ。いや、いただきよう。ああ、やっぱり岩上がりの一杯ってはうめえな。いやいや、さほど冷たいというほどのもんじゃございません。今あなた、日向で仕事をしていた。いや、昼寝してたんだけれども、口の中に熱がある。ないよ。今、ゆえってさっぱりしてんだからさ。多少はある。いや多少はあるよ、なかったら死んじまうじゃねえか。だからさほど冷たくないものでも冷たく感じるのだな。何を言ってんの、これおかんがしちゃうじゃねえかよ。そこに恋の洗いがある、よかったらお上がり。え、恋の洗い、なんだ、ずいぶん贅沢なの食ってやがんだね、おめえ。鯉の洗いなんてもなかなか、もうイワシの塩焼きじゃねえかよ。鯉の洗いだと思って、お上がり。なんで思わなきゃいけねえんだよ。
なお前何言ってんさっきから本当にわけのわかんねえことばっか抜かしやがって。まあいいよいいよ、ほらよ焼き魚好きだからよ、ちょっといただきよ。うめえ、これなかなか油が乗っててうめえな。いやいや、さほどうまいというほどのもんじゃございません。ごくごく、パクパクなもので、いやパクパク、あ淡白なもので油が乗ってるってそう言ってんじゃねえかよ。下に氷が敷いてある、冷やしてあるところが目打ちだな。よせよおい、どこの世の中に焼き魚の下に氷引くバカいるんだよ。時に植木屋さん、うるせえなおめえ、植木屋おめえじゃねえかよ。なんだよ、なのおひたしはお好きかな。嫌いだよ。え、嫌いだよ。いや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 、なのおひたし大嫌いだよ。おめえだって知ってんだろ、俺が食われってことよ。そらないよお前、今までうちの酒んつまり飲んだり食ったりただりしやがって、お前そらお前ねえじゃねえかよお前、好きって言えよ。なんでだよ、なんでお前好きって言わなきゃいけないんだよ。いいから言え、ちょっとやめろってんだよ。何をするんだよって、わかった、好きだ、好きか、取り寄せよう。いいよ、嫌いだから。うるせえ、黙ってろ。ちょっとお前黙ってる、そこで座って見てりゃいいんだ、この野郎。待ってろよ、これからな、すごいことが始まるからな、お前。え？気持ち悪いね、お前。なんだよ、何が始まるんだ。黙ってろ。これよ。奥や。旦那様、わー。びっくりした。あ、なんだおい、このクソ熱いのにお尻が誰か頭ざんばい汗だくに、誰だお前これ、誰、あら、おめえの神さんじゃねえかよ。何やってんだ、姿が見えねえと思ったら、うーわー汗だくて貞子みたいなのが出てきたと思ったら、な何やってんだおめえたちは。あっ、黙ってろ。植木屋さんが何のおひたちがお好きだそうだ、かつぶしをたっぷりかけてこれ持っておあげ。旦那様、なんだ、何ぞいたしたか。クラマクラ、牛若丸がいてまして、その名を九郎宝眼義経。義経、じゃあ弁慶にしておきなさい。ありがとうございました。青菜という話で。